はい、どうも、シデンチャンネルです。本日もご視聴、ご清聴、誠にありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。本日のお話なんですけども、暴走族当時に、私たちね、同期、並びに、後輩もそうなんですけど、必ずね、オートバイは必須ですよね。みんな好きなんで。オートバイとは別にね、その四つ輪もね、あったんですよ。いわゆるね、OB だとね、特攻ベンツって言われてたりね、特攻車ですよね。特攻車っていうのがあったんですよ。で、特にね、I love you はもう本当にね、マシンに関してもう、長けてて、すごかったんですよね。もう台数も、弾数も半端じゃないし、当時でさえやっぱり38、ケッチ、並びにそういったね、人気車種あったと思うんですよ。4フォアとかね。今からやっぱり3、40年前でも、やっぱり、そんな、当時はね、やっぱり球数があっても、もう入って捨てるほどあるっていう車種だって、やっぱ CBX とかね、バブだったんですよ。だけどやっぱ4パーとか、38とか、ケチとかになると、やっぱりうちらのね、もうほんと10校以上の方たちとか、10校上ぐらいの方たちの、もうほんと全盛期の方たちの名車なんで、やっぱりうちらの時代はそこそこもう人気あったんですよ。でもう本当にやっぱりね、そういう昔の人たちがね、やっぱり、基本ベースっていうかお手本になってるので、暴走族っていうのは。でやっぱりね、そういった名車をね、もう複数台持ってるっていうのが I love you でした。で、もう本当にね、凄まじい数持ってるんですよ。どっから、調達したのかわかりませんけども、とにかくもう40台ぐらいあったのかな、当時。単車だけでも。で、車もね、4台、5台持ってるんですよ。本当にこれガチな話で、もう本当に当時からすごかったです。で、バッチリね、カスタムも本当にもう、文句のつけようがないぐらいね、フルカスタムでもう全車揃えてて、いわゆる特攻車っていうのは、要するに、これ要するに特攻かけるための、車なんでね、カスタムっていうのは、別に、足回りちょっと、交換して、強化してぐらいの、多少のね、カスタムしか、する必要性はないんですよ。そもそもノーマルでもいいんですよ、四つ葉っていうのは。なんで特攻車かっていうと、要するには、なんかの襲撃とか、あとはなんか、潰しとか、あとはいろいろなんか、邪魔をする、人っていうのは必ず、周回中、出てきたりもするわけですよ。そんな時にね、この特攻車で跳ね飛ばしちゃうっていうのが、そういう役目ですかね。あとは、冬のね、暴走周回だと、もう終始ね、単車乗ってるともう、凍死しちゃうぐらい寒いんで、真冬は。だからやっぱりね、暖を取るっていう意味合いもありましたね。あとは交代するっていう感じね。要するに、四つは乗ってる、人間と、単車で冷えた人間が、交代するみたいな、そういう役目もあったと思います。だから、やっぱりね、四つ、結構な、割と、そこそこの周回になると、やっぱり四つは2台とか出たりね、してね。で、特攻車2台出して、中で暖を取ったりしてましたね。で、当時ね、やっぱり、車種もね、いろいろ分けてまして、特攻車であれば、まずマーク2ね。以前話した、Y30 とか、いろいろあったと思います。僕らの時代だと、僕も乗ってたんですけど、やっぱり Y30 のね、セドリック。
乗ってました。そういうのね、いかつかったんで乗ってましたけど、それはね、やっぱり自分の車で習慣にやっぱ出さないですよ。っていうのは、どんな傷をかわからないし、故障しちゃう、壊されちゃう可能性もあるんで、絶対に自分の車をやっぱ出す人っていうのはあんまいないと思うんですよね。もう大事にしてたんでね。で、まあ特攻車になると、やっぱりこうマーク2がすごい人気だったんですよ。っていうのは、マーク2なんて本当にもう、もらえるぐらいの弾数あったんですよね。すごいもう安くて、なおかつ、一般車としてもすごく普及してた車、すげえ人気あったと思うんですよ。暴走族以外にも。だから本当にね、マーク2っていうのはすげえいっぱい走ってて、で、なおかつ安いし、丈夫だし、すげえ乗りやすくての、乗り心地もめちゃめちゃいいんですよ。これね、本当にね、名車と言ってもいいですね。僕の中でも本当に、過去の名車のベスト5に入りますよ。四つ葉の中でもね、マーク2は。半端じゃない乗りやすいし、疲れないしね。で、機能も半端じゃないし、これもう本当にトヨタの名車中の名車だと思います、これ。マーク2はね。だから未だに乗りたいですもん、本当に。そんな感じでね、まあ、マークスなんて本当にもうただでも、誰かね、くれたりもするような車だったんで、本当に弾数あったし、乗り心地いいし、装備も最高なんですよ。だからやっぱりこの車種っていうのは非常に人気ありましたね。まあ、金持ってる先輩とか、金持ってるやつだと、やっぱマーククラウンとかね、そういうレベルには行くんですけど、なんせね、やっぱり、クラウンも当時からやっぱ高かったし、ね、やっぱり自分なんかはもう Y30 のね、セドリック、を乗ってたんですね、やっぱりね、あれがやっぱ一番、手に届く一番のね、まあ、高級車だったように記憶してますね。うん、だからまあそれは習慣には出さないですけど、で、話戻りますけど、すいません、マーク2大体特攻車として、まあもうぶっ壊してもいいって感じ、もういつでも捨てれる感じでまたすぐ手に入るっていう車だったんで、もう本当にマーク2だけはね、何台もあったと思います。あとはね、ハイエースとかキャラバンね、うん、ハイエックスキャラバン系はまあご想像にお任せします。まあね、どんな時に使うかっていうのはもうお分かりいただけるかとは思うんですけど、うん、まあ大体奇襲とかね、襲撃とか、あとはまあ、そういった感じですかね。うん、まあいろんな用途に使えると思います。目立たないんでね、わからないんで、外見ね、なんか、現場帰りの、現場に使う、車かなみたいな感じで、もう全然わからないんでね、まあいろんな用途に使えたと思います。はい。ですからまあ、だいたいハイエース、キャラバン系がね、周回とかだとまあ、特攻車としてマーク2とかね、使ってました。はい。で、こういったね、車両に関してももう本当にね、次々と思ってるんですよ、I love you は。もうすごいんですよ。何で持ってんのっていうぐらい、次から次へとね、車も、調達してくるし、オートバイもね、次から次へと本当に、まあ、いろんなね、属車だったり、いろんなね、名車の数々、本当に、次々とね、出てくるような、すごい、チームでしたね。で、アイランドの地元っていうのは、まあまあ、ご存知の通り、西台を拠点にね、まあ、その周辺地域、高島平だったり、まあ、新河岸エリアだったりね、ああいった、まあ、場所ではあるんですけど、都営三田線かな？都営三田線沿線のね、まあ、板橋、東京の最北端になるのかな、あの辺は。うん。大宮バイパスっていう、こう、バイパス道路が通ってまして、環八も通ってるのかな。で、まあ、いろいろとね、
アクセスは非常に、しやすい、かなり穴場な場所でね、結構まあ、住み心地もいいみたいです。ですが、3、40年前当時のお話しさせていただくと、非常にね、殺伐とした、まあ、土地であったことは事実なんですよ。いわゆる、スラム街っていうふうに呼ばれてて、当時は、本当にね、高島通りっていうのが、まあ、あると思うんですよね。環八と直通になってる、高島通りっていう通りがあるんですけど、あそこから川に向けて、あそこから内側はいろんな店とかね、あと、まあ、高島平団地だとか、いろいろまあ、にぎやかではあるんですよ。高島通りから、まあ、内側に関してはね。ただ、外側になってくると、どんどこどんどこね、なんだろうな、スラム街になっていって、当時はね、コンビニ一つもなかったんですよね。本当に、街灯すらあんまりないような ところで、でね、当時は、あの辺は本当に 潜伏してるっていうか、何かにこう追われて、潜伏してるような人とかもいたりね、非常になんかね、警察とかも全然来ないんですよ、当時ね。当時とか全然来ないっていうか、全く来ないような場所で、もう警察もね、面倒くさがっちゃって行くような場所ではなかったんですよ。だからね、非常になんかいろんな怪しい人物とかもいっぱいいて、例えば僕がすごく記憶に残ってるのは、夏場ね、まあ、夏場に、まあ、あの辺の通りに、まあ、ちょっとまあ 行ったんですよ。そしたらね、もう、瞳孔ばっくり開いた、もう、おっちゃんが、一人でね、その辺に座っててね、暗闇の中に座ってたり、そういうようなね、もう、本当になんか、得体の知れないね、とんでもないスラム、だったように覚えてますね。記憶してますね。店がとにかく一軒もない。その団地の下に、なんか多少ね、昔はね、その辺は白鷺会っていうのがあったんですよ。東京連合白鷺会っていうのがね。白鷺公園っていうのがあって、そこにまあ、たまる愚連隊が白鷺会っていうのがね、70年代にあったみたいなんですよ。僕はちょっとあんまり詳細に関して知らないんですけど、そのね、白鷺会の人たちが溜まって、その白鷺団地っていうのかな、団地があるんですけど、そこの1階にギリギリなんかね、乾物屋とか商店が、日中のみを、やってて、まあその辺の周辺地域の人は、そこら辺のなんか、プチ商店街みたいなところで買い物する以外は、本当にね、西台までね、バス乗って遠征しない限り、本当に商店なかったみたいです、当時。そのぐらいやっぱり過疎化されてて、もう本当のね、東京のやっぱり当時の昭和の時代の三大スラムと言われてた中の板橋スラムですよね。そういった感じで、非常にね、やっぱり、かなり不気味な、まあ、土地としてね、認識してました、僕なんか。だから、本当に、やっぱり、行かないんですよね、普通の人は。行くようがないですし、ましてや、本当にね、属者でも、その辺に、普通はね、属者なんか泊まってたら、本当に警察に没収されたり、警察がもう、持ってっちゃうんですよ。看板入りのね、属者なんてもう見つかったら、だからみんな隠すのに、いろんなね、試行錯誤して、みんな属者はね、暴走族はやっぱり隠しましょうっていうのをね、本当に設けて、うちらだってやっぱり神社の裏だったりね、いろんななんかこう、路地裏に止めて、日々ね、属者の隠し場所っていうのは移動して変えてたと思います。そうじゃないとね、もうチクリ入って没収されちゃうんで、持ってかれちゃうんだよね、警察に。だから、逆に言えば、警察の属者狩りみたいなのもあって、もうすぐね、秒で、没収されちゃうんで、ね、本当に隠し場所っていうのは神経使ってたんですけど、
やっぱりその、まあ、いわゆる新河岸とかね、あの辺の高島平、西台あたりの、西高島平ですね、高島平っていうか、あの最北端の。西高島平、新河岸、西台の奥地エリアは、もう本当に属所その辺に、普通に止めてても、全然警察来ないような場所で、本当にね、無法地帯だったと思いますね、あの辺は。本当に。うん。本当なんか、わけわかんないおっさんとかも、属者狩りしてくるような、なんかよくわかんない、なんかニッカポッカ履いて、ドカジャン着て、瞳孔ばっくり開いて、よれちゃってるような、伸び伸びのパンチパーマのおっさんとかがいきなり属者狩りしてきたり、一人でね、一人でこう、もう、こう、冷たいので、雁木場になってるようなおっさんがいきなり一人でね、土方の親父がいきなり属者狩りしてくるようなわけわかんない土地でもあったんで、本当にあの辺はやばかったというふうにね、記憶してますね。うん。だから、まあそんな感じなんで、本当にね、特攻者だろうが属者だろうが、もう本当に、止めるスペースっていうのはふんだんにあったと思います、当時はね。あの辺、だから I love you なんかはもう本当に、単車のカスタムもそうだし、本当に車両に関してはね、多分あんだけ持ってる暴走族チームっていうのはもう本当、多分東京ではダントツでしょうね。うん、ダントツ1位になるぐらい、凄まじい数の単車、あとカスタム能力も半端じゃなかったふうに記憶してますね。本当すごかった。うん、だからやっぱり、そんな感じでね、話戻りますが、周回中にはね、このマーク2の特攻車っていうのがね、必ず、1台ね、2台っていうのは、まあ、特に冬場ね、まあ、待機場所にもなるし、その、寒いね、冷えた体をね、やっぱりこう、温める、かなりね、役目で、非常にね、特攻車っていうのは、単車だけじゃね、冬場の暴走はやっぱりきついんでね、体も冷え冷えになっちゃうんで、ましてやっぱりね、上着って言っても、ドカジャン以外認められないんですよね、当時のやっぱり硬派系は。まあむしろドカジャンでさえ、ダメだっていう周回もあったし、まあ看板が消えちゃうんでね、看板がやっぱり、まあ、ドカジャンに、刺繍入れてる世代の先輩方もいたみたいですけど、自分らの時代は、本当にそんな金はなかったんで、やっぱり戦闘服で刺繍入れてるとなると、戦闘服の上に何も着ちゃいけないみたいな、やっぱりルールもあってね。だからやっぱり、ドカジャンはやっぱり、ちゃんとした周回だと、もう本当着れなかったんですよ。だからやっぱりね、本当にで、戦闘服の下も着用禁止でしょ？昔はね、やっぱりそのハイネック着てたり、スカーフ巻いてたりっていう世代もあったんですけど、もう自分たちの世代だとダメでしたね、それは。せいぜい軍手していいぐらいで、本当にだから、本当凍え死んじゃうぐらい、寒い思いするんですよ。だから、まあ足元はね、さすがに安全靴とかね、そんな感じで。まあでも安全靴にカイロ入れたって、やっぱり寒いもん寒いんですよ。ですんで、やっぱりね、本当特攻車で、体を温めるっていうのはね、本当にやっぱりないとね、冬場のやっぱ周回っていうのはかなりきつかったと思うし、やっぱ単車だけだとね、やっぱりもう当時はいろんな潰しとかもいろんな邪魔してくる人もいたんでね、もうそれはもう特攻車に、任せればね。やっぱ単車っていうのはやっぱ丸裸じゃないですか。だからいろいろね、いろんなもん飛んできたりした時だったり、いろんなね、なんかやっぱり、場面の時にね、やっぱり特攻車が本当に活躍したっていうふうにね、まあ具体的なことは申し上げませんけども、ご想像にお任せしますが、そんな感じでね、特攻車っていうのは必要だったし、まあ特攻車の中でもね、マーク2が非常に人気ありました。もう乗りやすさは半端じゃないし、中の装備ももうフル装備でね、やっぱトヨタすごかったですよ、当時のトヨタは。あんな、
クオリティの高い車をね、かなり、安価な、ね、価格設定で、出してたんで、もう爆発的な人気でしたからね、やっぱり。まあ、ホンダのね、アコードとか、その辺もすごい人気があったけど、やっぱりね、トヨタのマーク2、凄まじい人気ありましたね。もう俺も大好きな車で、本当乗り心地いいし、シートのクオリティ良いし、まあ、やっぱりね、アコードと、まあ、大衆車としてマーク2、すごい人気あったけど、やっぱりマーク2の方がね、頭一つ二つ出てたと思いますね、人気に関しては。今でも本当に欲しいぐらいですね。てな感じで、今日は、まあ、特攻車のね、存在についてね、お話しさせていただきました。まあね、もう3、40年前の昔の話でね、まあ、いろいろね、そういった懐かしい話も今後もさせていただこうかなと思っておりますので、ぜひともね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。またね。さよなら。失礼します。